日本は今本当にヤバい状況です。コロナにかかってない人たちは一人一人真剣に対策する意識が必要です。せめて僕たちだけでもコロナにかからないように。すでに潜んでるかもしれない試合ざなうコロナ、国の対応もくだらない、金じゃなくマスクを2枚配布煽ってる。半端ない感染率つったら死んじゃうと同じ、うつればつるほど病院もパンクして終わり、後悔してからじゃ遅いね、もう外には出ないでくれよ。学校行かすとか職場行かすとか感染者増えるに決まってるよ。同情するなら金あげろ、生活に困ってる人らが頑張ってでしょ、それぞれ守らんといけない命がある、マスク2枚で助ける気持ちはある、まあ助けてくれないなら全員の死危機が大事だな、手洗いうがいマスクに消毒、本当に死ぬから外出ないで極力。向こうの国では暴れるホームレス宅中、すでに潜んで